う見るからに早いアルファフライ、アルファフライってだけでといい数値になります。すごいね。ランニングは科学。はい、皆さんこんにちは、スポーツサイエンスラボの陽太郎です。今回なんですけども、このチャンネル初めてのゲストにお越しいただいております。1日1000日松永です。1日2日3日です。決まりましたね。決まりましたね。ということで、今回は松永さんにお越しいただいております。私の方からちょっと簡単に紹介をすると、ヌメラブズっていうランニングチームのオフィシャルコーチをしながら、ダブルサバイバーという強者が集まってるチームの副部長、そして青山最速と言われてるケンちゃん連の自称部長。そんな松永さんが最近あの有名なシューズを手にしたっていう情報が入ってきまして、あれな、これな、来るからに速いアルファフライ、これそれこそもう東京マラソンで大迫選手が履いて日本新記録を出した、みんなが感動したあのレースで履いてたシューズですね。誕生日プレゼントがめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。どっから仕入れたかわかんないけど、多分たくさんのお金を払ってくれたと思うんでね。今の力ですね。今の力ですね。ありがたいですね。今も実際履かれたんですか？1回だけ履きました。どうでした？すごいね、反発力はやっぱりネクストパーセントがあるっていう感覚だった。ただ結構フォアフットで着地しないと攻撃を受けにくいのかなっていうシューズで、パフォーマンスは結構上がるのを実感してるけど、履きこなすのが難しい。今日はもうどれぐらいじゃシューズによって変わるかっていうのを検証しちゃいましょう。はい、アルファフライトを検証するシューズを紹介します。ズームフライ、そしてネクストパーセント、これをこいつが出る前はうちでもこいつがトップだったんですね。トップでしょ。ただこれが入ってきたことによって今2軍になります。どうなるかな、でも多額のお金を払ってくれた人たちのために頑張りたいよね。じゃあ今からこの3足を履き分けてパフォーマンスにどういった変化が出るかっていうのを検証していきましょう。レッツ検証。ネクストパーセントでの、測定になります。皆さんお疲れ様です。1歩目終わりました。目は今リカバリーなんですけれども、今度シューズをネクストパーセントからズームフライに履き替えました。見ているこっちがワクワクしますね。さあ、いよいよアルファフライの登場です。見てください、輝いてますね。お疲れ様です。今、飯塚分析班が必死にデータサイエンティスト分析してます。順調ですか？はい、順調です。面白い結果を期待しててください。では、お疲れ様でした。私の検証を使いましたか？どうでしょう、主観的には順番をつけると、一番良さげなのがアルファフライ。で、2番目はズームっていうのが持ってるやっぱりネクストで、もうやっぱりスタンダードな結果が出たんじゃないかと。ということで、じゃあ。結果発表に移っていきたいと思います。心拍数に関しましては、どの測定も150後半から161くらいまでだったので、どれも変わらないくらいの結果でした。じゃあそれで実際の測定値に移っていきたいと思います。はい、まずじゃあ最初に測定しましたネクストパーセントでの酸質量は178ml パーキログラムパーキロメートルでした。全然わかんない簡単に言いますと、松永さんがネクストパーセントで 1kg 発した場合、 178ml の酸素を使用しましたよっていう178っていう数値ですと、結構エリート選手の中でも、結構高い方の数値になります。もともと松永さん自体いいランナーで、ずば抜けてエコノミーがいいっていうランナーだったので、もう一回ですか、ずば抜けてエコノミーがいいランナー。じゃあフルマラソンで走った場合、前回 VO2MAX から AT1 のアビリティ測定を行っていますので、この時の数値をもとに計算してみました。前回の数値が VO2MAX が 60.7、 AT1 の維持率っていうのが 74% っていう数値でした。自分自身の 74% であればフルマラソンを走りきれる数値を使ってフルマラソンタイムを予測しますと、2時間46分33でした。これもそんなもんだったんでね、今そんなスピード練習もできてないし、45分から50分ぐらいかなっていう感覚値でいたので、ほぼ終わってます。今ネクストパーセントで走ったらそのくらい、結構感覚とされるということで、ズームフライフライニットの結果、酸素摂取量が183でした。これをフルマラソンタイムに直しますと、2時間52分13秒という結果になりました。だいぶ落ちるね。そうですね。ネクストパーセントに比べると6分弱の減少。ネクストパーセントすごいね。ネクストパーセントがもうすごい手術で、よく 4% 向上とか言われてますが、そういった数値ではネクストパーセントの方が 2.8% いい数値でした。じゃあ最後に一番気になるであろうアルファフライ。これ戦ってほしいね。戦ってほしいね。アルファフライ時の酸素摂取量は174という数値でした。フルマラソンに直しますと2時間43分20秒。この企画やった意味あるね。やった意味ある。正直僕ここまで綺麗に入れると思ってませんでした。でこれはズームフライのフライに比べると 5% いい数値になります。すごいね。4% を超える 5% 結果が出ました。よかった。よかったです。なんか自信を持って走りそうです。なのでぜひ今度からマラソン走られるときは、アルファフライが自分で使われるんではないかと。あとあれだよ、これ30km以降と35km以降と同じフォームで走り切れるという前提のもとで、そういう練習もしていかなきゃいけないのかなという感じはしますね。あくまで今回の5分間の延長ですので、実際フルマラソン走るとまたいろんな要素も関わってくると。しっかりと足作り、足作りと重要だね。メンタルと。企業でも行こうかな。はい、じゃあ今回こうやって検証してまいりました。実際今回の測定は実際松永さん1人の結果で、実際にこういったトレッドミルの中でのテストになりますので、また多くの人が測ったり、また違うタイミングで測ったりしたら異なる結果は出ると思います。なので、今回こういう結果が出たということで、また皆さんもぜひアルファフライ発売された時には使っていただきたいですし、またなんかこういう機会があれば多くのランナーを呼んで、実際にここでどんどん検証していきたいと思います。じゃあ以上になります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。